ちは、俺ちゃんです。高台です。4月29日、午後2本目の中級枠をやっていこうかなと思います。さあ早速俺の前を走っているのはこちらタイタンマンですね。タイタンマンといえば、エキスパートレベルのライダーですから、中級枠にいるのは本当はいかがなものかというところなんですけど、まあね、俺の動画に映りたいっぽかったので、まあしょうがないですね。だって大体もう待ってたからね、俺が来るまでゆっくり走ってたからね。さあそんなタイタンマンとのバトルになるのかな。それはバトルじゃないのかもしれませんけども、さあその前にこの、ゴールデンウィークらしいこの大渋滞の中、あれ来ないな。タイタンマンが今絶対来れたのにあえて入ってこないで今俺の後ろ走ってますね。これは危険な兆候です。タイタンマンはフープスがバチクソ速いので、多分フープスでしか、でも今ラインを伝えられたな。普通に来てしまいましたね。タイタンマンが普通に今遅れを取っている状態ですけども、まあじゃあこのまま頑張って俺は行こうかなと思います。ラインは今このイン側のこのあやばい、タイタンマンがマシンの下敷きに。タイタンマンがたいいけどちょっと膝に爆弾抱えてるので、ああなるとちょっとね動けない人になってしまうので、いや申し訳ないことした。違うんだよ、わだちにうまいこと入っていけるかなと思ったんだよ、いけると思ったんだよ。でまあ結果はいけなかったんですけれども、おかしいな、こんなはずではなかったんだけどな。さあ、続いて、引き続きやっていこうかなと思いますけど、また前の前にタイタンマンがいますけど、その前にこの、黄色い YZF の310番さんを追っていきたいと思います。タイタンマンはぶっちゃけ速くてね、タイタンマンがね俺と遊ぶためにゆっくり走ってるだけだから、そこにね310番さんはちゃんと、俺と、あるまあまあ似たレベルのライダーということで追っかけていきたいと思いますけども、似たレベルといってはね、なんかねもうね勝てねえんだよ。前は勝てた気がするんだけど、もう全然勝てなくなってしまって、いやー勝てないですね。310番さんも速くなりましたよ。もうまさかね310番さんがね未だにヒーローズで、俺より下のクラスのミドルクラスを走ってるなんてことは、口が裂けても言えないんですけれども、ほらもう速い、全然追いつかない。いやもうねジュニアレベルなんだよ速さが。もうあの人はねミドルで1回ね表彰台立ちてだけなんだよ。ミドルクラスはね何人かそういうね表彰台に立ちたくて仕方がない人がね紛れ込んでるのでね、ちょっとね危ないです。さあラップタイム57秒台入りました。割かし込んでるんですけど、それではまあ57秒入ったということで、この日はこれがベストラップだったかな。この日はね路面がすごく良かったので、もうちょっとね俺の中では56秒台で周回できるかなと思ったらね、もう全然そんなことなくて、大体頑張っても58秒台での周回でしたね。でもこうやって見るとね人が 多すぎる。さあ頑張ってイン側を取って、少しずつパッシングしていくわけですけども、いやーゴールデンウィークだからってのもあるけど人が多くて、でちょっとね俺がかなり安全マージンを取っているのでラップタイムが伸びないと、そういうことにしておきます。フープスもねちょっとあの午後の2本目になってから頑張ろうと思ってるんですけど、結構ねアクセル上げて今あれだな MRP さんを抜かしたな。見ました、今 MRP さんが完全に俺が行くのを待ってた、あの町の体勢に入ってたの見ましたか。今完全に俺の後ろにいて、どっか隙があればこうねじ込んでこようというね今企んでるんですよねやつは。そんなことは分かってるので、じゃあまあそれ隙を作らなければいいわけなんですけど、隙はできちゃうんだよってまあがいいよいいよ頑張って追いかけていこうよ、やっていくよ。あちょっとあそのロードラインさあショートカットラインを取ってきましたね。でもあれなんだよ、前ねあそこにね本当はあそこ入れないようにちょっと土がかなり高めに持ってあったんですけど、で高めに持ってあったから俺はもうあそこは使えないラインだと思ったんですけど、なんかいつの間にかその土なくなってましたね。おかしいな。 MRP さんはもうその辺をちゃんと見てこう
土ねえじゃんと、悔いちゃんと悔いがないことも確認してますからね、あの男はね。それであのじゃあ行くかって突っ込んだようなんですよね。この日あのライン通ってたのはね MRP さんだけなので、はい俺もあれいけるかなと思ったけど、まあ、ちょっとこの日はねやめときました。後から聞いた感じだとね、実は結構難しかったラインらしくて、前はあそこすり鉢状で綺麗に整えられて綺麗だったんです、あの走りやすかったんですけど、今はちょっとね結構デコボコで難しい状態になったらなってたらしいんですけど、いやーあのラインねあそこ以外にもいくつかショートカットできる、ショートカットできるっていうか、よくされてたコーナーいくつかあるんですけど、そこの辺はね大体ねもう杭が打たれたりとか、銀側に土が高く盛られてて大体潰されたんですよ。あそこだけなんか残ってましたよね。あー俺もあのライン練習した方がいいのがいつも迷うんですよね。次のレースの時はでも悔い打たれてるかもしんねえしな。あラップタイムはだいたい58秒台ですね。まあ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 、このゴールデンウィークの、中央道の高速のようなね混み具合だからしょうがないでしょうね。さあここで一つ問題がありまして、当初追いかけようと思った310番さんももう影も形もなくなってしまいましたね。あーもうやばいよ。あおかみさんだ。あおかみさんと310番さんなぜかいる。よし、じゃあここからバトルをねこの3人でやっていきたいと思いますけれども、演奏しました。邪念でちょっと力みすぎました。すいません、お疲れ様でした。この動画がすごく良かったって思ったら動画右下の3クスボタンから投げていて応援をなさす。